鉄拳5番日のマリア、あ、日のアリサ、先は日のマリアでした。ビブナンバー4番日のマリア選手の仮タイム1分17秒73、1分17秒73。ゼッケン5番日野ありさ、ビブナンバー3番田本彩乃選手、岩野ジュニアレーシングスタート。ビブナンバー2番スーザー・ジホ選手、タマコシストリームレーシングスタート。ゼッケン3番田本彩芽、ビブナンバー2番上沢千穂選手の仮タイム1分12秒99、1分12秒99。日野ありさ選手の仮タイム1分32秒91、合計2分56秒33、2分56秒33。ゼッケン3番田本彩芽、ゼッケン7番平地紗友子、ビブナンバー5番田本彩芽選手の仮ナンバー2番ゼッケン7番平地紗友子、1分15秒78、合計2分28秒77、2分28秒77。ビブナンバー14番林博人選手、タマコシストリームレーシングスタート。ゼッケン2番末田紀穂、ゼッケン2番末田紀穂、選手の仮タイム1分29秒11、合計2分47秒42、2分47秒42。ゼッケン1番前田エレン、ゼッケン1番前田エレン選手の仮タイム1分19秒20、合計2分
2分31秒09。ビブナンバー17番山本龍英選手、タマコシストリームレーシングスタート。